日本被弾球。今年のノーベル平和賞に選ばれた日本被弾協日本原水爆被害者団体協議会の三巻代表委員は今日受賞決定後初めて平和公園を訪れました。私たちは核兵器廃絶を諦めません。慰霊碑に花を手向け代表委員を務めた坪井素直さんなどこれまでに亡くなった被爆者およそ34万人に受賞決定を報告しました。みんな亡くなられましたよね。一番盛んな時にねノーベル平和賞の受賞があったらねもっとよかった。被爆者の平均年齢は85歳を超えていて核兵器廃絶の訴えをいかに引き継ぐかが課題です。